皆さんどうもピーマンドです。本日から任天堂スイッチ版のパワプロ実況を始めていきますよ。任天堂からパワプロの本編が発売されるっていうのはおそらく Wii 時代まで遡ることになるんじゃないかな。かなり久々にこうやってね今年発売されました。でこの任天堂スイッチ版にしかない新モードっていうのも多く収録されてますので、ピーマンチャンネルでは主にその新モードをですねたくさんプレイして、あとたくさん動画を投稿していこうかなと考えておりますので、興味のある方はぜひ見てくださると嬉しいです。今回の動画では2019年の開幕オーダーを再現し、巨人対広島戦を僕が巨人を使って1試合プレイしていきます。これが僕の任天堂スイッチ初のパワプロプレイになりますのでね、いつもは PS4 では多くプレイしてますけども、やっぱ操作性とか、あとゲーム機が変わればゲームの雰囲気そのものも変わってくると思いますので、まあそういう部分を楽しみつつこの試合勝利できるようにこれからプレイしていきましょう。始まりました巨人対広島カープ戦。まあグラフィックの部分はねパッと見別に PS4 と全然変わりないですね。普通に綺麗ですから、任天堂スイッチすごいなと思いますけども、これでいて携帯機でプレイできますからね、魅力的やね。まあ実際試合動かしたらどうかだね。おっと、なんか謎の説明があるぞ。これは PS4 にない説明ですよね。選手の説明っていうのが今作はあるのか、吉川にもありますね。おそらく全選手にあるんじゃないですか。ああちょっと驚きでしたね。でここからプレー、わちょっと待って、カーソルの動き方とかちょっと違うな。なんかぎこちないというか速いような気がする、 PS4 と違って。ちょっと待って待って待って、これ慣れるの時間かかるぞ。今回は球速レベルは速いですし、最高難易度でのプレーになるからね。これしまったな、慣れてない段階でやらない方が良かったかも。でなんか今 LR ダッシュっていうのが表示された。なんだこれ。ああちょっと三振しちゃったよ。で坂本にも説明がありますね。 LR ダッシュが気になるぞ。バットに当てないとき多分使われない機能だと思いますので、まずバットに当てていきましょう。ちょっと当てるのが難しいですけどね。当たった、よし。でこの LR ダッシュは、あー連打することによってスピードが上がるってやつかな。あこれは PS4 にもありますよね。そういうことか。まあでもこうやって画面に表示させてくれてるのはありがたいですね。どれだけ押せば速くなるかっていうのが分かりますから。そして丸吉弘、2019年の主役ですね。任天堂スイッチ初プレイ初ホームランはこの男で打ちたいと俺は個人的に思ってるんだけどね。どうだろうか、やっぱちょっとねミートポイントを動かすのがまだ慣れてないというか、ちょっとぎこちなさがあるのでなかなか合わせられないよこれ。ロックオンレベルももちろんなしですからね、全部マニュアルプレイですから。これは厳しい。ストライクゾーンも表示しとくべきだったかな。全部後悔してるわやり始めて。当たって、ファール。全然ファールや、後ろ飛んだだけやで。当たって、これもファール。多く球数を投げさせてるんじゃなくてただ打てないだけだよ。ここも当たってファール。いや難しい、完璧に合わせられないね。全部打ち損じになってるわ。あいで最後は振っちゃダメな、スプリット振ってしまった。いややっぱ違いますね、ゲーム機あともうコントローラーももちろん全然違うわけなので、操作性が全然違うのでね、 PS4 でうまくプレイできていたからこっちでできる保証なくて、こっちでできてるからあっちでできるって保証もちょっとない。難しいなやっぱりね。まあその難しさを楽しみつつまだ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 プレイしていきましょうよ。次は抑える側ですね。1回の裏これから田中康介。まあ、抑える方に関しては別に問題はないですね。二押し設定で、あと守備に関してはどうだ。なんかさっきから気になるんですけど、球の軌道が描かれてますよね。今送球の軌道もあったし、打球の軌道もさっきからちょっと気になってたんだけどね。だからやっぱ細かい部分っていうのは PS4 にない部分がたくさんありますね。同じゲームをやってますけども、なんか全く別物感が正直ありますよここまではね。わーで、なんだなんだなんだ、わーお、なんか打った瞬間の演出もあったしね。カーンって表示された、びっくりした。
早くも1点菊池にホームラン打たれちってやっちゃったよ。初プレー打つのではなくて打たれる側でしたね。やめてよもうお前、何度も言うがこれが初なんだよ。初でボコられたらお前ちょっともうやっぱ任天堂スイッチでやらないってなるよ。勝たないといい思いしないと。投げました、スライダーボール、いきなり取られわちゃわちゃしとるね。お、これもやっぱ打った時の打球音のなんか擬音が表示されてますね。あれにびっくりするもん、まずガーンって今表示されたね。もうそこにびっくりしてる場合じゃねえぞ。連打連打浴びとるから。わー、これもだー、ガツーン、ツーランホームラン。全然抑えられない点についてどうしたらいいですか。おかしいな、 PS4 では抑えれたはず、抑えられたはず。任天堂スイッチではなんか抑えられない。何の差なんだろうね。これはボッコボコですよ、初回から。これ9回までやる意味あるからなくない。ちょっと2つ目のアウト奪えた。変化球にキレがあります。別にね、悪い球投げてるってわけじゃないですからね。でこれまた打球方向とかも矢印に表示されてますからね、まあ、これもありがたいですが、まあ、今ちょっとシステム面についてね語ってる場合じゃないね。しっかりと抑えていかないと。おいおい、ファインプレーで、まあ、3つのアウト取りましたけど、時間かかったし得点も与えたぜ。いきなり試合動きまくりじゃねえか。いやもうこれ勝つ負けるにしても乱打戦打ち合いが予想されますね。いきましょう、いいでしょう。初プレーはそれで勝つ。初プレーだろうが何だろうが俺はそれでしか勝てない男なんだからね。守るという行為ができないので、じゃあ打てばええやん。相手が打ったようにこっちもちょっと打ちたいですね。こっちもガキンって表示したいわ、画面に。あれ気持ちよさそうだね、打った瞬間も。もうガキン表示するの何時間かかるだろうな。今のところまとも芯で当てられてないので。ほらちょっとやりづらいな本当に。早くなれよ。投げました、ここもね、本当はここ打ちたいんだけどね、ずれるんだよ。投げました、ああ三振。なんか感度が早いような気がするな。ちょっと感度設定とか変えられないのかな。少しちょっとこの速さじゃ厳しいわ。あーでもやっぱ変えられないな、パープロン感度変える機能なんてないよね。まあくっそー、第9慣れないと9回までずっとこんな感じでいくの。初球を打ちましょうね。ボール球まで振りに行っちゃってるし、これでツーアウト。簡単に2つのアウト積み重ねてる。守る時間が3分以上プレーして攻撃時間ここまで1分ないよ。投げました、そんな寂しすぎる。あよーし、任天堂スイッチでの初ヒットが出ましたね。こちらも擬音を表示することができたぞ、ガキンってね。あれいいな、やっぱり気持ちよさがなんか倍になるね、普通に打つより。直球に送ってストライク、文字が表示されたらね。じゃこの流れで投げた、あー取っていきたいけど、田中俊太2球で追い込まれ、3球三振。ダメダメでゴマス。2回の表が終わって、まあ絵は1本出たから、2つ喜び感じられたから、とりあえずはね、さあ守っていきましょう。投げた、ワンシームはストライク、もうやらないぞ、3点やったんだからもう。ちょっと忖度してくれ、初プレイやれ。いきなりやっぱ初プレイで最高難易度のパラフルは荷が重すぎたね。いつもの感覚で挑みすぎたわ。もうすでに反省会、後悔タイム入ってますからね。すぐ後悔するんだから俺は。頑張れ、3点なんて野球すぐひっくり返せるだろう。諦めたら試合はそこで終わりだか。うわーで丸取れない。ワンアウトランナー二塁、相澤を出してしまった。バッターはピッチャー、まあ、ピッチャー大瀬良のとこなのでね。わー、大瀬良にもどうだ、丸取れない。大瀬良にも打たれて4失点、ことごとく打たれますね。なんかPS4 の AI より強いような気がする。気のせいかな。バリバリに打たれるからね。バリバリボリボリにね。何なのこれ。残酷なショータイムが始まってますね。
です。任天堂のパワープロプレスも10年ぶりですよ。Wii時代以来ですよ。何度も言うが、それ以来のプレイがこの結果はあかんって、あかんすぎるって。ランナー1人を置いて迎えるバッターは菊池。ストライク。もう本当打たれないようにしましょう。変化量の高いスライダーがことごとく運ばれてるんでね。追い込んでいます。くそが全力、はい、三振。意地を見せた。4点許した後に意地を見せる菅野、いいわから。苦戦苦戦大苦戦ですね。全てにおいて苦戦してるわ。3回の表、あ、しまった。このねスタメンキャッチャー小林だったのでちょっとここミスってますね。変えましょう。住谷ではなくて開幕オーダーは小林でした。申し訳ない、ミスってましたね。まあここからもう小林を使っていきますので。おお、どうだ小林で、擬音が表示されたからヒットになるかなと思った。そうじゃないんだね。多分あれは芯に当たった時に表示されるんじゃないかな。まあ、芯に当たったからといって必ずヒットになるわけがないのがこの野球というスポーツでありパワープロですからね。まあ、特に俺の場合は芯に当たれば当たるほど打球の正面についてアウトになることが多いですから、あんまり期待できないよね。あのガキンとかガツンが表示されてもね。まだ擬音ない方がいい。寂しいでしょ、ガキーンって表示されて結果アウトっていうのもね。菊池バックしていった。ダメだ、ここも2つのアウト積み重ねてる。 LR ダッシュ機能全然使えてないんですけどヒットが出ないから。スイングアウトの三振に倒れています。投げました。当てて、ここで LR が出した。レダ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 、マックスになったらどうなるんだろうね。その選手の能力以上の走力が発揮されるってことかな。でもその機能分かんないまんま3回まで来ちゃってるからね。全然使えないや、まともヒット出てないから。まあ、ここから小林守備にもつきますからね。菅小林バッテリーで、うわー、これまた亀井の前に落ちちゃった。いいバッティングを見せました。で鈴木誠也ね、鈴木今日2打点を挙げて、相変わらず打ちまくるな。 PS4 でも任天堂スイッチでも、あー菅野よく取った。はい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 、オッケー、ダブルプレイ。任天堂スイッチ初閉殺打を奪うことできましたね。あの取られるんじゃなくて。第2球、よかったよかった。心底ホッとしてますよ。インローへ軽く追い込んでまいりました。投げました。おえい、強いが取ってアウト。スリーアウトチェンジ。危ない。初めてですね。まあちょっとは慣れてきた感じかな。守備の部分はあんまコントローラーの影響はないですからね。最初からゼロで抑えないとダメなんですけどね。今更抑えてもダメだ。この回のトップバッターは坂本。4回ちょっと攻撃していこう。アタックターンやから今ね。野球って攻撃して守って攻撃して守ってを繰り返すからね。今やってる攻撃してないよね。守ってボコられボコられ守ってみたいなね。アタック時間がないから。投げました。あ、どう、取りました。なんか今集中線みたいなの表示されたよね、打った瞬間。今日の第1打席合ってないんだよ。集中線表示されてるけどヒットじゃないからね。豪快なやつ打ちたいな。第2球、なんかここまで虚しいわ。投げた、打ちました。まるでまるで打ちたいんですこの試合は。投げた、決まった。うわー、全然合ってねえな。第4球をまだ合わんわ。投げた、あ、これはよし、うまく芯で捉えてるからね。はい、ここで LR ダッシュを使いましょう。マックス到達。でもツーベースや。でもだいぶ速くなったんじゃないかな。スリーベースもなんか悠々に狙いますけどね。もうちょっと打球が点々としたらね。初めての任天堂スイッチ長打を打つことができて、岡本で打ちたいのに。丸の出塁の後からアウトを積み重ねて1点が取れないぞ。第9投げました、決まった、ストライク。全力ストレート反応できないね。初球空振りから、これもしかし、ここもダメだ。晴れも全部ダメや。ダメ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 要素しかない。第3球を投げました、見送ってボール。打たしてくれ。第4球を凍てるぞ相手に。打った、忖度しろ。投げました、そうだ、それを真ん中に投げればいい。そしたらどしたって打てる。第6球を投げました、スローカーブ、ボール、外角低め。勝負のフルカウント。1球はなんだ。第7球を投げた、ストレート。あー、追い込まれていますがファールで粘っています。投げた、でストレート全くビート動いてない。ひでえ、ここまできっちり2安打。ランナー出したのに長打打ったのにまた得点取れずでゼロ。4回の裏、
悲惨なゲームとなってますね。まあ、実際のでも開幕戦の戦いもこんな感じでしたよね、今季の巨人はね。あれを再現してるな。黒いな、この戦い。今日の第一打席はスイングアウト、初球送ってきました。ファースト取った、バントまでしてくるか。4点差のやのに貪欲やね、スイッチも PS4 も羨ましいよ、その貪欲さが。打ちました、吉川噛みました。ピッチャーに打たれないでね、大瀬良打たれちゃダメですよ、能力低いんだから。抑えるのが当たり前ですよ、能力見てください、 GG ですからね、一番低い能力だ。おつけた、えショートバウンド、さっきはちょっと危ないよね、岡本。ここもゼロでいけた、2イニングゼロで抑えてるね、なんかそれだけで勝った気になれるわ、よくやったと。でも負けとるからね、結構。さあ亀井でまた頑張りましょう、チャンスを作っていこう。あー落とせ、ダッシュだダッシュ、走れ走れ走れ。あーそのダッシュは虚しく、連打は虚しく、アウト。5回もこのペースで淡々といくのかしら。はい、もう打ち損じまくりがない開催されてますから、ダメや。キャッチしています。1回から5回まで進歩進展がないよね、やってること全部同じ、下手なやつがただ打ち損じまくってるっていうね。これもファールになる、強い打球が出ない分、こういう打球がせめてフェアゾーン残ってくれたらね、そういう点の入れ方もあるんですけど。ここもハイアウト、初プレー5回表を終えて4対0。この回は打順よく1番からの攻撃、そしてこのイニングを抑えられるかってところよ。4でも若干やる気なくしてんのね。うわあ、その後やったらなおやる気なくすから、亀井のビッグプレー、ほほー、よく取った、リプレーないんかい、この点差だから。いや、ここから見れるので見ていきましょう。今のはすごいプレーですよ、ガキンと打って、この打球はジャンプして取る、いいプレーが出たね。負けてますけど。第9投げました、初球から打ってた、セカンド左のところ、はい、これで2アウト、これで2アウト。このイニングも抑えたら3イニング連続の凡退だからね。3打席目、第2球、うわー、また、これお前も外野ポンポン行くやんけ、オーバーするやんけ、飛ぶボールっすか。西川ツーベース、なんでこんな打たれるんだろうね。バッターは4番鈴木、ボロボロっすよ、また鈴木じゃねえか。打ちました、初球、抜けていく、走る、レーザービーム、いや、いいですね、球のなんかあの軌道が表示される分、このレーザービームでアウトにしたら気持ちいいだろうね。初球はストライク、まずは入れてきました、アウトにできればね。サード飛びついた、ファールボール、あ、ど真ん中、やってることをいつもと変わらねえ、この作品でもこれやるんかい、はい、ど真ん中、相手がパワフルですからね、もうこんな嫉妬を投げれば PS4 だろうが Nintendo Switch だろうがゲーム機を超えてですね打ってきますからね、当たり前のように。バッターは6番、フルボッコゲームです。第9、悲惨な初プレイとなってますね。俺これ以降多分プレイしないんちゃうかな、もう起動することないよこんなんだったら。第2球、本当に悪いのは全部自分ですけどね。うわ、もうちょっと本当抑える術ないじゃん、菅野使ってこれだからね、能力の高い菅野を使って。いきなり150キロ、さあ次の投球、パワフルは強えな。第3球を投げました、ストライク、ワンボールツーストライク。それは別に任天堂スイッチじゃなくても痛感することですけどね。いや、また痛感したわ、強えわ、俺合ってねえわ、パワフルでプレーしない方がいいと思う。今更すぎるけどね、前半が終わってというかもう試合終わってるよね、後のイニング消化試合や。さあ丸から始まるところ、流れ空気を変えるためにも一撃を本当に打ちたいんですけど、打ち上げて落とすと信じて走るが、あ、これ結構連打しないとダメなんだね、この LR ダッシュ。ポチポチしてるだけじゃ今全然ゲージたまらなかったわ、相当連打しないとダメよ。これどうだ、落ちるか、かなり連打してるからね、早技だよ、全然使えてないですけどね、この機能押したところでアウトやから。初球空振り、まだそこ振る。7回だよもう回は。投げました、
おー、どうだ、伸びて、任天堂スイッチ初ホームランを陽大館で打つことができた。いやー、でもなんだろうな、演出なかったね、気温表示されなかったよね、集中線も少なかったように見えたな。まあそれはなんだろう、点差にもよるのかな、芯ですからね、あれこそガキンって表示させてほしいんですけどね。投げました、初球外れてボール、なんだろうこれ祝福されてない感じがするな、ホームランな感じしないね。打ちました、まあなんとか1点返すことができたので完封は阻止したね。まあ本当それだけですけどね、その後打つことができないので、ここまできっちり3安打ピッチングが抑えられてますよ。まあでも1本きっかけとしてね打てたのはいいことですよ。やっぱ慣れてきたのかな、もうそろそろ遅すぎるけど、ダイレクトでボールを掴んでアウト。まあさすがにもう7回ですからね、わかんないよ、ここからね、6点、いや7点取ってさよなら。インコース低め、わりかしピーマン奇跡を起こす男やからね、わりかし投げた、外れた、期待してよ、まだこの野球は終わってないよ、試合は終わってない。投げた、高めボール球打った、センター前に出る、よし、抑える方もできてますからね、まあ、CP が若干忖度してくれてる感ありますけどね、まあ、でもここまで連続して抑えられているので、ちょっと待って、なんだなんだなんだ、今なんかコントローラーが若干まあ大丈夫ですか、あ元通り、ちょっとなんかおかしいですね、なんだろうな、左のコントローラーがね、左のジョイコンがなんか動きが、あーでそんなこんな言ってるうちに伸びた、伸びていった、ホームラン入った、入った、ホームラン、ソロホームラン、これは俺が打たれたというよりかは、なんかコントローラーがなんか突如として反応が鈍くなったというかね、チームメイトが迎えます、それにもよる一撃だと思うんですけどね、なすりつけんなコントローラー、バッターは6番ノマ、これが4度目のバッターボックス認めろ実力不足とね、投げました、まあ、ちょっと今なんかバグってたのは事実ですね、レフトフライ飛距離は出ていません、取りました、はい、これで3アウト、もうこの回やってしまって、また7点差、もうええよそれ、ラッキーセブンでもなんでもないから、嫌な数字、悪魔な数字だわ、7とかね、8回の表これからジャイアンツの攻撃に入ります、残す2イニング、同点に追いつくための7点を取れるか、逆転のための8点を取れるか、頑張ろう、田中俊太からのとこだ、投げました、外角高め空振り、いやもう強振だね、思い切ってね、思い切りは必要でしょう、この点差になったんだから、投げました、ほいったー、その思い切った結果は伸ばした、これでワンアウト、早いね動きがね、バッターは8番小林、で小林セカンドゴロ、逆境働いてるよ、何か奇跡を起こす男、それが小林、これから2球、7点差からの奇跡なんてね限られてますけども、振っていきましたが、かすっただけ、スローカーブ、ナメプやろもはやこれ、投球は3球目、同じコース2球スローカーブとか投げました、どういう意図があんねん、そして最後ストレートで三振、ここ三振、クソむなしいは代打、もうチャンスでも何でもないですけど、阿部慎之助行くわ、代打は阿部、お阿部の説明もちゃんとありますね、まあ、通算成績の紹介と昨年の成績、まあ、レジェンドであればあるほどね、その説明の言葉の数っていうのも増えていくんじゃないですか、まあ、だからやっぱね、僕は特にセリーグファンですから、セリーグで巨人ファンですからね、あんまパリーグの選手とか詳しくないので、まこうやって一人一人のね説明があるっていうのは本当ありがたいことですよね、またよく知るきっかけにもなりますからね、ただやっぱここまでね何度も言うようにボコボコされたら、あんま次プレイする機会がなくなると思うんだよね、起動しなくなると思うんだよね、だからたくさん説明されても見る機会はないかもしれない、うわーもうランナー出たのに、阿部慎之助打ったのに、結局とか言うんじゃねえよ、お前悲しいこと言ってくれるんじゃねえかよ、まあ、その悲しい展開作ってんのは俺自身だ、まあこれがこのままいけば最後の守備機会になりますね、まあ新戦力のクックをちょっと使ってみましょうかね、ジャイアンツピッチャー交代です、クックの説明もありますね、マウンドに上がったのはクック、今日アメリカの時の成績とかもね出してくれるんだね、これは嬉しいよ、ほい、まあいいや、投球練習はこれで、これからカープの攻撃、さあ最後の守備くらいもまとも抑えましょう、クックでいきなり打たれたよ、ランナー出したよ、
バッターは8番相澤。今日はここまで3打数1安打。相澤抑えてその後の大瀬良いけるか。これはダブルプレーコース。わあ岡本送球それて一塁はアウトですけど。ちょっと今のはないだろう。で代打長野久吉出てきましたよ。この男にだけは打たれたくない。8点許してもこの男にだけは打たれたくはないので、クックで抑えましょう。投げました。見送ってストライク。第3球を投げました。追い込んだらこっちのもんだ。最後はVスラ。はい、三振。はい、これで今日は俺の勝ち。初プレーは俺の勝ちと言ってもいいぞ。第9。だって長野を抑えたんだから、ノルマ達成だよ。8点取られてるからそんなどうでもええわ。俺の勝ちや。投げました。はい、三振。イエイイエイ。2者連続。クック、うっせえだ、お前。はい、次が最後のイニングです。9回表、思い残すことだらけですけどもね、まあ、最後くらい何かかっこいいところをお見せしたいですね、初プレーなのでね。ただ相手はこの点差からフランスは出してくるのか、お前ガチやないか。隙を与えてくれねえな。これターニングポイントクリアしてるので能力が上がってる最終回の攻撃だね。通常の選手の能力以上のパフォーマンス結果というのが出しやすいので、これもしかしたらワンチャンあるかもしれないよ。ここからね、奇跡のね、逆転のね、うん、危ない。逆転を起こすためには坂本出ないと。しょうもない凡退してる場合じゃない。危ない球。球の速いフランスは打て。投げた。うわー、速球についていけず、ミートポイントもずれていて、鈴木つかんでワンアウト。初プレー終わるまではあと2つのアウトです。続けて丸吉弘。チェンジアップ。もう絶対いつもならば合わせられてる1球なのに、今のもビートがずれていて、最後のバッター岡本和真、ああもういかんか、もうあかん。第2球投げました。チェンジアップ。何今の不自然な失速。いや出たー、パープルあるあるね。謎の失速でしたよね。マウンドに当たったってわけじゃなくない、今ね、普通の芝生のとこでしたよね。そこでなんか何なの、滑り止めでも塗ってたのかな。すごい失速して、はい、結果終わり。こんな結末になりましたが、ここまでご視聴いただきありがとうございました。まあ初プレイは残念でしたけども、まあ、やっぱり任天堂スイッチでしか味わえないパワープロっていうのがこのゲームにはあると思いますので、まあ動画の冒頭でも言った通り、これからは新モードを主にですね、実況プレイしていって、ピーマンチャンネルで動画投稿していきます。そして引き続きね、 PS4 でやっていたパワープロ実況というのも投稿していきますので、これからは任天堂スイッチ PS4 のパワープロをですね、楽しんで見てくださると嬉しいです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググ、バイ、またおう。